7時からアイアのメンバーでラジオがありますので、ぜひ皆さん聞いてください。ラジオ配信みたいな、なんか顔が出ない配信みたいな感じ、生放送で。ラジオで16人だと聞き分け難しそう。確かにみんなわかるでしょ。でも声は、明日公演出る人、出る人、出る人でございます。ココッペの声わかりやすい。どういうこと、わかりやすい声してる、そりゃ推しの声はわかりますよね。やっぱ ココッペとレイヤちゃん声大きいからなそんなラジオで大声を出さない。今からショールーム目を閉じて聞いてココッペの声を覚えておくもうわかるでしょ。の魚さん、レインボースターかわいい、ありがとうございます。ヤスさん、ハートありがとうございます。バウッチさん、レインボースターありがとうございます。今日この頃さん、音符ありがとうございます。日健さん、音符ありがとうございます。ムハマロさん、かわいい、ありがとうございます。ウィッチュッペさん、ハートありがとうございます。マーシーさん、クラッカーありがとうございます。ホタレさん、クラッカーありがとうございます。ヒデさん、クラッカーありがとうございます。 MJ ジュンヤさん、音符ありがとうございます。アリーさん、ハートありがとうございます。ポテチーさん、植物ありがとうございます。前野くん、音符ありがとうございます。前田マーさん、ハートありがとうございます。ブリータンタンさん、花束ありがとうございます。前野くん、サックスとハートありがとうございます。ポテチーさん、ハートありがとうございます。チカちゃん、ハートありがとうございます。ドラさん、ハートありがとうございます。ポテチーさん、ハートありがとうございます。あゆちゃん、ハートありがとうございます。キキさん、音符ありがとうございます。ドラさん、ハートありがとうございます。ジジリモさん、尊いありがとうございます。博多なるなるさん、サックスありがとうございます。ソイドホースさん、サックスと音符ありがとうございます。博多なるなるさん、かわいいありがとうございます。バッチさん、お疲れありがとうございます。タカさん、ハートありがとうございます。まだ夜ご飯食べてないんです。今ね、帰ってきたばっかり。ゲーム配信じゃないです。あゆちゃんだってます、呼んでくれてありがとう。やってありがとう、あゆちゃん。そう、昨日と今日でアイアライブ全部終わらせました、一応大雨すぎてやばいよね、本当にびちょびちょです、おかげさまで。これ何？ギフト。ありがとうございます。HKT 超絶おじさん。雨の音。雨と車が走ってる音。ねえ、梅雨だね。誕生日ってこんなんなんです、いつも。いつも私の誕生日は雨が多い。クイナさんが夕飯が親子丼だそうで、
夕方配信でファンに親子丼勧めてました。親子丼食べたい。クリナさんの親子丼美味しそう。最近ねクリナさんのあのインスタのハイライトのなんか食べ物系をまとめてるハイライトあるじゃないですか。あれめっちゃ 見るの好きなんですよ。美味しそうなのばっかり。カトッピ君クラッカーありがとうございます。明日アイアライブで座席出るよ。だってみんなたくさんね楽しみだけど、だってもう7月2日なんてすぐそこよ。すぐそこで始まりはいつも雨って歌が好きでした。え、何その歌。なんでみんな来た寂しいかな、ここ最悪うちうちほら、顎乗せ長くねあ、明日初めてエチケット劇場行きます。なんだろ、星が分かんない。 DD でまだおしめ決めれてないのでのんびり見ます。見てください。明日パチャドラか見に来てね。こっぺまみして来た方がいいかもよ。うん、クリナさんはこっぺを大事に思いすぎてお誘いするのを考えてるみたい。おう、そんな全然誘ってください。めっちゃいいニュース。リハお弁当出るの出ない、うん、けど今日はなんかめっちゃお菓子がありました。7時からラジオ配信やけど間に合う間に合う。ちょっとよくわかんない人から音符が来た。誰幽霊コッペにプレゼント買いました。ありがとうございます。遠足の前日寝れない気持ちなのでオールできっと行きます公演中眠くなんじゃない MC の時とか、あ、MC の時とか眠くなるんじゃない。出てるよ出たいいいかないいやろ。また正体は誰でしょう。遅いわいやまだ分かんないかもしれん。コッコちゃん、コッコちゃんだよ。いたんだ。いました、ずっと。いや、私もダメかな。みんなこうやってしてる。こんにちは。なにこれ、プレゼントありがとうございます。パカーン、なんとだ、ありがとう。コッペ久しぶり久しぶり。井口バケ太郎です、うん、なんかさ、いやでも一回もなんかさ、そのおしゃぶり会とかでやるんかなとか思ってたら全然せんかった、うんうん、あれきりあれきりやった、一回きりのやつ。井口ちゃん女子高生にはなれないので。え、女子高生なんですけど。井口バケ太郎恥ずかしいよ
江口バケタンの写真さ、うん、漏れてなかった、うん、漏れてた、え、漏れてない、あれは漏れてなかった、ちょっとちょっとダメでしたね、うん、しかもなんか撮影中さ、なんかさ、うん、バケ太郎やったからさ、なんか男っぽくしたくてさ、うん、血色なくしたりね、うん、なんかノーズシャドウとかメイクさんがもう、うんうん、めっちゃシェーディング頑張ってやったけど、江口のココちゃん誕生日同じですだって、すごい、じゃあ同い一緒に年取りますね、すごい一緒の年取りますね、うん、バケ太郎って名前誰が考えたの、ええー、わからん、なんかさ気づいたら書かれてたよね、うん、江口はバケ太郎みたいな、江口はバケ太郎って聞いた瞬間なんか面白けなんか違う種類やったから、なんか間違えたんかなと思ったら、ね、そうだった、お誕生日おめでとう、おめでとうございます、ゆくじのこうちゃんと誕生日近いです、1日違い、うえー、おー、すごい、4月生まれ、この前全力伝えるとしたら完全に撮りました、かわいい、今日はね7時から8時8時から疲れてるもので、もう疲れたね、頑張ったもんね、もう本当に昨日と今日だって今日終わらんかと思った、うん、昨日の夜追い込みで覚えました、うん、まだあると思った、そうしかもなんか全部確認した後にそのブロックを全部通して取って、うん、ってするんだからね、そうそう、だからさ終わったと思ったらさ、なんかさあのブロックやろうみたいな、え、そう今日もやろう、あ、それだったらこのブロック全部やろうよ、あ、お、昨日した結構ね、うん、まあでもね、まあ不安だからね、うん、やった方がいいと思うけど、昨日したちょっと、うん、だけど踊れたら楽しいけど、ね、やばいブロックをズボンの色いいよあ、やきもらったんだね、いつものピンクだったんでね、おもろい、紫かピンクか分からんけど、うん、いいよう、ん、ね、頑張った、先生からエグって呼ばれる、うん、ココロ、ココロ、ココロ、ハンナ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 、あ、言ってた、あんたはハンや、あんたはハンや、やばい、おもろいね、正先生も途中も疲れすぎてめっちゃ笑ってた、うん、じゃあ疲れちゃうよ、最後の投資の時めっちゃ笑ってた、やなせーぬ、うん、やなせーぬ、やなせーぬマリアンヌ、みんなちっちゃい子って、いいな、小さいけんこっちやな、小さいのこっち、うん、やなせーぬって何、ね、やなせーぬ、やなせーぬだよね、夢のサイト、あたあた、さん、レモスタ、ありがとうございます、あ、15分だった、じゃあちょっとラジオがあるので終わっちゃいたいと思います、じゃあ13位から読みます、13位ムハマドさんありがとうございます、12位トムさんありがとうございます、11位博多なるなるさんありがとうございます、12位タオンさかなさんありがとうございます、9位マイノクありがとうございます、11位ジジリンモンさんありがとうございます、ナイバウチさんありがとうございます、9位ポテチさんありがとうございます、9位 MJ ジェアさんありがとうございます、9位カトペクありがとうございます、3位ヤスさんありがとうございます、2位ヒデさんありがとうございます、1位 MJ… 間違えた、エスケティソレツオジさんです、ありがとうございました、それではみんなラジオ聞いてください、誰でも聞けるのかな多分、うん、うん、聞いてね、見てください絶対に、バイバーイ。